片つとむのは天体物理学者、中国の民主化運動家。1936年2月12日生まれ、12歳頃より中国共産党の青年組織に加盟していた。1952年、北京大学物理系学科に入学する。1955年には中国共産党の党員になる。大学卒業後、中国科学院物理研究所に就職する。 1956年、政権批判が比較的自由に行われた百科総名運動に共鳴し、科学と民主主義精神の不足を訴える内容の手紙を中国共産党に出す。直後、反右派闘争により、一旦、片つとむのは中国共産党を除名となる。1958年、設立される中国科学技術大学の教員となる。 文化大革命の際、1年ほど投獄されている。後、名誉回復し、中国共産党の党籍を復帰する。相対論点低物理的基本概念などの学術書を出版する。1981年には、京都大学基礎物理研究所の客員研究員を4ヶ月ほど、務める。1984年9月17日。 中国科学技術大学の第一副学長に就任する。就任の挨拶では思想の自由をこの大学の運営方針の一つとすべく提言したいとの発言があった。1986年12月29日、暗記賞合筆市の人民代表選挙で最高得票数で当選を果たす。中国の民主化運動指導者らしい存在として中国共産党幹部が注目する。 翌日の12月30日には、東昌平が自ら党員除名の指示を下す。その直後の1987年1月12日、中国科学技術大学第一副学長を解任され、5日後の1月17日には、中国共産党からも除名となる。1987年初党の党除名後も、北京天文台の研究員としての職に就く。 1989年1月6日、議兄制の釈放を求める公開書簡を党商兵に送る。賛同者が現れることとなる。同年のジョージ・ H.W. ブッシュ大統領の法中編令版参会にアメリカ大使館よりか立つとむのは招待されるも中国当局により参加を阻止される。1989年6月3日深夜から 始まった64天安門事件の一連の中国人民解放軍による学生市民への銃撃で多数死傷者が出る惨事となるが中国当局は動乱の首謀者として法務ノの拘束を図るも片務の及び彼の家族は6月5日にアメリカ大使館に保護を求め入管する1990年6月25日法務のは家族ともども イギリスへの出国の許可を中国政府より得る。これはジョージ・ H.W. ブッシュの特使として極秘訪中したヘンリー・キッシンジャーやブレント・スコークロフトの交渉によるもの、もしくは日本が有志再開を持ちかけたためともされる。ケンブリッジ大学やアメリカのプリンストン大学を転々した後、1991年にアリゾナ州通村にあるアリゾナ大学の教授となる。 なお、ニューヨークに本部のある中国人権理事会の共同議長にも選ばれた。2012年4月6日、ツーソンで死去。76歳であった。ありがとうございます。